コロちゃん主催。ちょっと気になってきたなラーメンの具ベスト10当てるまで終われません<何>やっていくぞーラ,ーラーメンに追加したくなる具材ランキングベスト10わかったわかったわかった。したくなる やつでございますね <laughs> で1位と5位は当てちゃいけないってことドクロついてるからはいそ,そうでございますよ1位と5位はダメでございますよ、うん、この画面にいる俺からいく俺ルート,トくん里君くんにいく、ね、ちなみにですねこちらここ当てるかっていうところはポイントが高くなっております、うん、まあ当たるだろうこれはっていうのを引いてしまった場合はまあまあ当たりだけども1ポイント難しいところは当ててくださいとじゃあー<あ>ルくん<あ>どことりあえず予想して当てるこれじゃあ7位 7位くらいを予想して7位。はい。<位>メンマ。メン,メンマ7位？えメンマ4位とかじゃない。え高いだろう。<え>嘘。待って。リヌは7位予想でメンマ。<位>メンマは7位に入っていません。えーえー、じゃあこの中に入っていません。えー <laughs>

卵はいいじゃないよ。卵入っ半熟卵はいいじゃないよ。そうなんだ。でもうちには具材ちゃんと用意してあるよ。半熟卵は最後入っております。やった。なるほどね。ルートク一ポイントでございますね。やった。じゃあどんどん行ってみよう。かだくん。行きます。七百九十位狙いで玉ねぎ。玉ねぎ。

君、いいところつくねーえ。え、待って待って。何何何何何煮卵はうちの超超人気商品。うわ<ー>、そう。 1位かマイナス2ポイントだやばいむしろポイントマイナスだね三玉が1位かってことはあれが2位なのかなじゃあ大将チャーシューたくさん乗けてほしいですチャーシューだねチャーーシュいや絶対これ2位だろ2位でチャーシューでお願いしますうちの商品チャーシューは 2位だようわードンピシャだねーやったーオムレ俺1位かと思ってたチャーシューが俺もーこっちだと思った1位だと思ってたやられたみんな卵の好きなんだいいこ,これも1ポイントだよトさあよくわかんない玉ねぎ兄ちゃんーじゃああのー大将、ネギで ネギは入ってそうじゃない？ドッキングネギ。ネギラーメンとかあるもん。五十円ぐらいでやってくれいネギ。ちなみにないんだと思ってるの？お兄ちゃんは。六七八九。六七八九ぐらいだいたいだ。広さっだね。さっきと同じ。ネギございます。きた来た。なんとこちら。え？よいでございます。よいよいよい。よよい。よい。 実質は長ネギのまあいいだろうそこはあ,ありがとうございます大将長いも短いもまあおまけしてあげるよ結構人気なんですねネギってまあネギはね頼むよ<ー>結構人気高いからねやっぱラーメンには欠かせないね王道なトッピング 結構もう埋まったね。確かに。おじさんがちょっとヒント与えてもいいかい？おじさん。八位は豚骨ラーメンだったらうちは欠かせないんじゃないかなと。えなんだ。六位七位は味噌ラーメンとかに入れるんじゃないかなって思ったり思わなかったりする。ん味噌ラーメンになんか絶対入ってるやつ一個僕ちょっと思いついた。俺も。もうこれ以上はちょっと言えないね。確かに。はいコーンでお願いします。コーンはね北海道のラーメンの あれだったら七位とかなんか言ってたかなおーおー,おー7位7位か言ってたの、ね、ということで、7位コーンでございますいなるほどそして、なんと、二ポイントでございます高いなので、みのな君は プラマイゼロでございますねゼロか僕さ、味噌ラーメンに入ってるので想像したのはコーンじゃなかったんだけど僕はもやしでお願いします多分8位か9位か10位のこの辺に入ってそうな気がしてるもやしこぞわったぞあ、もやしありましたかありがとうございますよかったね6位に入ってたぞ6位6位か危なんだ。なかったねもやしそんな高いんだポイントはなんと 一ポイントでございます。一<ー>ポイント。俺あと一個しか出ないんだけど、ラーメンの具材もこれしか出ない。なんだ？え？海苔。待って、え、いやでも五位、五位こ、うん、やばいやった？え？海苔これやったかもねこれね。いいじゃんもういいのかい？たまにやろういいか？じゃあの。

くーいや3ポイントにするのどう考えてももやしだろうりのり3ポイントえぐいだろう,だ会うたび歯に乗りついてるもんな <laughs> ふざけんなよバカかお前マイナスプロモーション埋め込むんじゃねえ <laughs> <laughs> さあということで,で<も>残り3つでございますねさらにまたヒントを言うとですね8位とかは豚骨ラーメンとかに入ってるんじゃないかなと 残りの2つに関しては、うん、まあまあまあ普通にあるかってやつ野菜系とかじゃない全部動物系でございますい<や>逆に言ったら8位は動物系ではございませんリール君トッピングでキクラゲ多めでお願いします。キクラゲああるある,ある,ある ああないよはい次ないニンニクマしマしでうちにはないよない海苔のりボーイは海苔ボーイ海苔ボーイえーとえーとあのじゃあ10位カマボコカマボコあるわけないだろうがかまぼこ入ってるラーメン見たことないカマボコあるわけないのが多いかもしれないけど言うからじゃあナルトないですないもうここから分かった人からでいいよ豚しゃぶ豚しゃぶ 惜しいです。惜しい？おしいの豚しゃぶ。正解にはならないのこれは。リル君の方向で言って。豚の。はい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 。ルト豚確認。正解でございます。ああ。確かにあるから。こちらですね。なんと十位でございます。ああ位か。ポイントは二ポイントでございますね。何八位って。トツラ。あ、さらに。あはい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 。ウズラの卵。 近いね近い卵類は近いよ近いの今うずらの卵、半熟卵、煮卵温泉卵や近いね近い近いもうもうあと一個しかないじゃんバンドウエイジさんといえばバンドウエイジさんといえば言えばはいはいルーゆで卵正解でございます ちょっと待ってやばいこれはいちょっと待って5位か位のパネル開いてーあれかもーなんで言っちゃたんだろう5位のパネル開いてーあぶねー今のこーわ卵人気すぎないねめっちゃ卵人気だね人気なんですさあラスト1個ちなみに僕が好きです飯野くん嫌いさとみくんはやるときあるやるときある ちなみにラーメンだけじゃなくてほかにもいけますトッピングそれ何に載せるのここ言っちゃったらもう早押しで早押しいきますよ牛丼ですはい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 ははい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  今ので言うと、リルクが早かったかな。紅生姜。紅生姜入っております。爬虫ウイルス。紅生姜か。いや、豆腐。ラーメンとかに入ってるからね。柿とかじゃない。こんだけ考えてくれたんですけど、一ポイントでございます。一回。一回。みんなよく頑張ってくれたね。本当。ということじゃ、ランキングベスト10これですね。メンマのが少ないんだ、紅生姜より。 ね、卵がすごいね。<外>卵すごいな。卵の人気すごいね,ね。やっぱうまいからな、でも卵をドッピングしちゃ。なんかあれなんだろうな。芋たれとかしないっていうのがでかいんだろうな。ても、あれなもだろでも、あれなんでもに、あチャーシューだよいやすごいよねだからね不動なのよ、ね、チャーシューは